仕えるという行為は私にとっては自然でね。昔は王に仕えていたほどだよ。これでも宮使いの経験があるわけさ、私は。しかし堅苦しいのは苦手でね。お互い気さくな関係ということでどうだい、マスター？気楽にやろう、気楽に。楽しく面白い素敵なマスターとサーヴァントでありたいものだね。そうだろう？聖杯はどこにでも現れる。いつの時代でも、どこの地域でも。人が夢を見る限り、成長しようと望む限り、聖杯は作られるんだ。輝ける願いの形。けれどそれは願いであるがゆえに、現実をも凌駕してしまう。皮肉だね。